やばい雨が。すごいね。やばいですね、雨が。すごいですね。すごいですよ。もう道もびちゃびちゃ。避難勧告が出て。やばいよ、避難勧告。どうすんの、うちら。やばいよね。本当だよ。しょうがないとはいえね。いい思い出、これも。思い出になるかしら。そうだよ。私の誕生日だからさ、もっとできるのか。走ってきた。めっちゃ楽しそう。すごいすごい。うん、お腹すいた？うん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 。これ美味しそう。美味しそう。イカ。イカ大。迷ってる。美味しそう。こっち海鮮つったらこっちよ、やっぱそっち。こっちの方が多分美味しいんじゃない？立山だから。いつもの優しい。これリミちゃん味噌汁に入れるんだって。やだ。なんかすごい。そうね。うん、おいしい。パパがいるの。これなんだっけ。はじめっていう。海藻だね。すごい。うわすごい。はじめ汁。おいしい匂いがする。おいしそうだけどね。海藻好きな人なら、うん、青さとかさ、なんかそういう、青さ美味しい。うん、なんかすごいくっついてる。もずくとは違うか。でもひみちゃん美味しそう。え、めっちゃ美味しそう。うん、食べな。お醤油はある？あ、お醤油ある。お醤油、うん、ネギのさ、パラパラ感たまらんよね。そうね。ネギのパラパラ感、ね。味はあんまないから。あんまない。ただネバネバするだけじゃない。しーちゃんはアジフライです。はい、アジです。はい、めっちゃ美味しそう。すごい、キムチの人はこれ。いいの？本当にいいの？食べます。いただきます。どうですか？美味しい。スシローと違う。うん、ママはこの麦とろです。ママこれが大好きなんです。とろろが美味しそう。え、リミちゃった。もう全部混ぜちゃった。ピーちゃん、ピーちゃんだ。うわ、2は入ってんのね。ね、ママ食べないんじゃないの？そこ突っ込まないでくれる。みーちゃん、いただきます。うん、身はゼリーだね。ゼリーですね。でもさ、うん、こういう袋付きで食べるのさ、でもなんかいいよね。ちょっとしたさ、この食事の後についてくるっていうのはね。うん、こういうとこでしかさ、ビワとか食べないじゃん、あんまりね。食べないの。めっちゃ美味しい。うん、あー、ダネキサラピーニャッツです。ジャンプキサラズにもいたよね。だよね。うん、よし、じゃあお土産行こう。生シェイクだ。え、あ、生シェイク美味しそうだよ、しーちゃん。美味しそうだね、飲むみんなで。どうする？まだ食べたばっかだけど。あ、もう後ろ、いいな。怖い、怖い、怖い。怖くない。見て、丸ごと秒ゼリー1位だよ。美味しかったよね、美味しかったよね。1位だって、エルミ。あ、しーちゃん、ほら、かじめ1位。本当だ。ね。さっき飲んだ。お茶漬けにいいやつ。お茶漬けにもいいやつ。ビアゼリーってない。さっきあと、リミがムニャムニャしてたじゃん。さっきお昼に出たやつ。お昼じゃない、ご飯の時出たやつ。ゼリー。
ッピーバッテリーポップコーンポップコーンはちみあれ、暴走の暴走とハチミツも有名なのね。ハチミツが有名、暴走ハチミツもすごい美味しそう。このスティックケーキ美味しそう。スティックケーキ千葉のハチミツ塩めっちゃ回ってるやん。ん？めっちゃ回ってる。あ、そこ？この回ってるってこと？うん、どうした？めっちゃかわいい。どれ？かわいい。すごいね、かわいいね。くまちゃん、好きな顔だとくまちゃんが見えます。絶対美味しいやつ。あ、絶対美味しいやつ。でも別にどこでも買えるやつだよね、これ。違う？暴走じゃなくて。ここしかない。ほんと？ほら、海のマークついてるじゃん。ほら、暴走の塩使用だよ。でも、これ、別になんか暴走関係ない。暴走の塩使用してるんだって。そうなんだ。なんそんな力説してんの。怖い。暴走の関係。あ、ママ、こっちの方がいい。勝浦担々麺、超美味しい。この辛いラーメン大好きなんだけど。そうなんだ。え、本当に欲しいんだけど、ご当地ラーメン。ねえ、ガタ落ち。ちょっとだって私なんでよ、ラーメン食べないっすな。じゃじゃーん、千葉の恋人。なんかどっかで見たことあるよね。見たことあるね、これ、うん、でもこれ絶対美味しいやつだよね。まあね、でも見たことあるよね、これ。あ、うまい。ここ難しい。おー、やったー。ピンクの髪ね、赤とピンク2個目。2個。難しいね、これ。うん、この中に入ると2個とか。あ、そういうことか。あ、大当たりになると3個。え、今までとかめっちゃ難しい。一番最後だ。小当たりが難しそう。確かに。これがさ、バニラソフトクリーム。うん。おー、来ました。美味しそう。たっぷりだね。ね、めっちゃ綺麗じゃん、白い。リミはどう、これ。美味しい。はい。ありがとうございます。はい、いっぱいになっちゃう。いいね。これはイチゴ。どこから出るんだっけ？あっちか。美味しいですか？めっちゃ美味しいです。これミニストップより、ミニストップより美味しいです。だから聞いて、食後にもうお腹いっぱいなのに、アイス食べて、美味しいなっていうのは分かるけど、ミニこれの大会でもミニストップより美味しいってことは相当美味しいってこと。相当美味しいよ。お腹空いて食べたの多分もっと美味しい。そっか、たっぷり入ってるね。そうだ、本当に。うん、甘い。何言ってんのか全然わかんないよ。しかも口にアイスついてるけど。これも美味しいです。シェイク、ストロベリーシェイクめっちゃうまい。本当、果肉が入ってて。あ、そうなんだ。リミちゃんも美味しいって言ってた。リミも美味しかった。美味しかった。ミルク美味しかった。美味しかった。ほんとさ、このアイスたまらんね。うん、美味しいよ。なんか味が違う。なんかおしゃれ。ね。いきなりベッド？いきなりゲット。開けてみましょう。うん、ちょっとテレビつけない。おすごい。あ、一応海、すごい、一応海が見えるやん。晴れてたらよかったよね。ね、すごい。一番南が
あの足の部分。うん。ちょっとそこでのカニとか。へえ。晴れてたらいいとこだよね。もう天気は本当最悪だからね。ねえ。明日もですよ。うん。もうずっと雨だから。怖い。本当にこんな暴れてる子を撃者しました。取られてますよ。あれ、あ、逃げた逃げたそう、ここがね、面白い作りだよね。障子でさ、そう、消えるっていう。こんな感じですごいよね。すごい開けてるし閉めたくないの。お風呂入るよ。お風呂入れるよ。入れるよじゃない。お風呂入るよ。入れるよ。温泉行くよ。浴場行きましょう。ジャンプ。お風呂入ります。はい。入りたいと思います。明日もしかしたらじゃあ掘れるかもね。すごいね。白い鳩？なんか白というか。ひーちゃん。はい。湯が抱きました。浮かった？来ました。ねえ、リミ落ちるよ。